寒いねんけど足足指たいそうヘイなやこれなやこれあ、みなさんこんにちは、みずきあおの青色 TV イエーイ始めました。今日はもう寒すぎるからちょっと足のなんか冷え性直しグッズみたいなのをドンキにね、今から買い物に行って帰りたいと思います。ってことで、行こう。車走らせ中。ただいまメガドンキへ向かっております。ご注意ください。ピーポーパッポー。はい、着いたから今から行ってくる。マスクもしっかりして。オッケー、行ってきます。ふい、ほな帰ろう。はい、1万円分買ってきた。まあレシート見ながらちょっとやっていきます。まずこちら、じゃじゃーん、レンジでゆたぽん698円です。これ湯たんぽのやつやねんけど、なんかレンジで何回も使えるから、まあこれやと使い切りじゃないから私はいいなと思って買ってみた。やっぱ湯たんぽやで、ほんま。これこれこれいいよな。で、まあ、こういう風に入れて、使うっていう。これでもう快適に寝れる。最高にいい。次。せーの。じゃん。もこもこソックス。100円です。100円と100円。割安ない？可愛くて買っちゃった。なんか、色も色々あったけど、ネイビーにした。まあ、これは一回洗ってから使おうと思う。次。じゃーん。魔女魔女のアイライナー。あ、そや、忘れてた。私忘れてた。そう、私、ウズのアイライナーがあってんけど、ウズのアイライナーと、マジュマジュのアイライナーも悩んで、最初にこれを入れててん、このウズのアイライナーを。で、まあ、ウズのアイライナーはいいなと思っててんけど、前何使ってたっけと思って。いや、私、マジュマジュ好きやったやんと思って。マジュマジュやと思って。マジュマジュのブラウンを買ってんやん。ほんなら、ウズのブラウン、グレイか、これは。グレイやけど、買ってた。アイライナー2つ買っててんけど。あ、直したと思ってた。忘れてた。普通に忘れとった。ってことで、まぁ、1つずつ紹介すると、これ。まじまじょのアイライナーが、950円。ちなみに、ブラックブラウンのカラーにした。カチカチカチってして、液を出して使う。これが、まじまじょの、ブラックブラウンのアイライナー。そして、こちら。ウズのアイライナー。グレイ、1500円。そう、黒縁のアイライナーで描きやすいからいいよな。ちょっとブラウン寄りな感じかな、どっちかっていうと。はい、これを買いました。そしてマジョマジョのマスカラ、マスカラは一番マジョマジョが好きやったのを思い出して買った。やっぱこの子がな、一番ええんやで。私のなんかまつげにすごいフィッティングピーポーピーポーって感じ。で、今回はブラウンを買いました。次、こちら、じゃじゃん、よう紹介してる私の大好きなティスのクレンジングオイル。クレンジングオイルってどうなんて思うかもしれへんけど、もうこのティスのオイルのおかげで私はもうめちゃめちゃ感謝してる。ほんまによか。めっちゃメイクも落ちるし、しかもお値段も980円で、すごいお手頃でね、しっかりした商品です。資生堂やねん、多分。そう、めっちゃいい、これほんまに。韓国のYouTuber の方とかも結構このティスのクレンジングオイルを使ってる方は多いです。次、じゃじゃーん、シャンプー、エイトザタラソクレンジングベア&セラムのフルーティーフローラルの香り。これを買ってみた。ほんまは私が今使っているシャンプーのやつが欲しかったんけど、まあ、それが売ってなくて、これ使ってみようっていうのと、もし旅行とか行った時用のこれを買ってみた。次、これ。じゃじゃーん。ホワイトムスクのアロマウォーター。加湿器に入れるフレグランスの匂いをすごい探してて、で、ホワイトムスクのスプレーとか、ホワイトムスクはなんか車の中の匂いとかにめちゃめちゃ好きで、それでこれ見つけたから買ってみた。早く使いたい。これマジで早く使いたい。はい、次。じゃーん。黒綿棒。98円。そう、綿棒なくなってきたなと思って買いました。黒綿棒ってかっこよくない？なんか。次。じゃじゃーん。クエーカーオーツ。300、
78円。これオートミールです。私オートミールの料理とか結構好きやから、まあ、これを食べながらヘルシーなダイエットにね、しようと思って買いました。あ、この種類はでも初めてやねんな、これは。だからどんな味かわからへんねんけど、まあ、食べてみようと思う。次こちら、じゃん、粒コーン198円。あったかいもんが一番ええや。じゃん、中華丼78円。見た今、見てよここ、83キロカロリーやねん。これリスナーさんに83キロカロリーでダイエットにもいいよって教えてもらって買ってみた。次、じゃーん、ごまわさびドレッシング140円。なんかアボカドとかにもいいらしい。じゃん、サムゲタン198円。好き。じゃん、生ニンニク88円。なくなってきてたから買った。じゃん、卵。絶対に家にないといけない食べ物、卵。まあこれで購入した商品は終わりやねんけど、1万円以上やからかなんか知らんねんけど、店員さんにレシート持ってってもらって、サービスカウンターの方行くとマスクがもらえるんで、マスクぜひぜひもらってくださいって言われて、でどんなマスクもらえるんやろうと思って、まあただでもらえるし、もう大阪魂っていうので、でもらいに行って、まあ1個なんかなみたいな、もらいに行って、んなら、あ、かしこまりましたみたいな、マスクですねみたいに言われて、はいって言って、マスクですね。じゃん。これ全部もらってんけど、え、びっくりしてんけど。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個もらった。1000円に1個やったんかな、それか。びっくりしたこれ。マスクこんなにね、もらいました。ありがとうございます。ドンキホーテの方、本当ありがとうございます。助かるわ。これはもう常にね、いろんなカバンの中に入れとこうと思います。いや、買い物したらなんかめっちゃ楽しかったな。まあ、またね、次福袋もね、やりたいと思ってるから、楽しみにしててください。ということでね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあ、またねー。